いつもこいつも悪そうな面してやがる。こいつら全員1ヶ月の間に急死。死刑囚が？まあ普通じゃないな。ああ、俺だ。何かつかめたか？死体、その後の記録などなど一切なし。うん、なるほど。ああ、わかった。うん、引き続き頼む。助かるよ。こいつも消えちまったのか。全部死血種の死刑囚で、全部事故で死んだ。それに全員死刑囚、全員事故死、全員死血種、ありえねえだろう。BST？ あの親父にあの息子だ。まあそういうことになるわな。この件が奴の親父のメンツの問題だとしても、この三人はなぜ同じ個人に、なぜ彼と行動を共にしていた。どうやら今日も帰れないな。犠牲。大丈夫だ。俺の後ろについてきて。部屋を出たら周りに注意して、どんな小さなことでも俺に。ええ。このビルがこんなに大きいなんて。ボロボロだけどね。ここから出られそう？わからない。まずは慌てず状況を確認しよう。あと武器、役に立ちそうな道具、できれば食べ物も探さないと。そうね。それにしても気味が悪いところね。ミリュウ、ここ本当に4階ですか？どうして？私たち換気ダクトをそんなに移動していない。それにあの倉庫も。そう、変だった。信じがたいことだが、俺たちは時空工作に巻き込まれたようだ。時空工作？何なのそれ。余裕あるじゃない、そんな冗談みたいなこと言っちゃって。冗談？今、過去、現在、未来、そして場所が入り混じっている。それが時空工作。まあ確信はないけどね。ただそう考えれば全ての辻褄は合う。私たちは異世界にいるってこと？わかりやすく言えば、
完全にそうというわけでもないようだな。おそらくあの倉庫での危機もまだ続いている。このビルで何かが起こっているのは間違いないと思う。信じられない、そんなこと。もう帰れないんでしょうか、私たち。わからない。時空工作、時空工作って。ただ一つ分かっていることはある。俺たちはまだ生きているってこと。誰かいい手はないのかよ。もう持たねえぞ、ドア。何か探してくる。クソ野郎どもが。俺はてめえらのヒーローでもなんでもねえ。ピーピー言ってんじゃねえ。ちっとは協力しろ、バカどもが。このあんちゃんの言う通りだ。早くドアを押さえろ。みんな集まってこい。押せ押せ。おい、そこ何する。俺はまだ死にたくないぞ。俺もだ。気合い入れてくぞ。ほっとしてんじゃねえぞ。どんどん後ろから押してこい。よし。こんな力任せちゃいつか突破されるぞ。何か策があるはずだ。ダメだ、もうダメだ。無駄だって。こんなことしてもあんな奴らにやられるくらいなら、いっそのことはこいつで自爆した方がマシだ。グレネードか。バカ、やめろ。落ち着けって。俺たちを巻き込むな。やめろ、一人で死ね、ボケ。黙ってろ。バカ、やめろ。やつ、離せ。やめろ、これは誰にも渡さねえぞ。でバカ、一人で死ね。よし、もうちょいだ。誰かグレネードを。やめろ、これは俺のだ、俺のなんだ。死なせてくれ。てめえと爆死なんて程度が出るわ。よし、もらった。ちょっと止まらせて、こっちに手を貸せ。気をつけろよ。絶対に暴発させんじゃねえぞ。誰か奴の手を掴むんだ。くそ、行くぞ。どうした。ウィンチャー殺した。人をこの手で。ウィンちゃん小僧、助かったぞ。よくやった。黙れウィンちゃん。お前ジェフォン、俺は人を この手で。てめえら戻ってこい。手を貸せ。そうだ、早く押さえろ。ウィン・チャオ。やつめ、逃がすな、逃がすな。こじきに帰れ。ここはお前のいていいところじゃねえんだよ。調子に乗りやがって。俺たちに喧嘩売るなんて冗談だ。あいつもこうなって当たり前なんだよ。それを復讐だなんて、お前自分たちのことを何様だと思ってんだよ。やめろって。
ウィン長、てめえらさっきの威勢はどうしたよ。かかってこいよ。逃げろ逃げろ。ほらてめえら逃がさねえぞ。待て待て、行っちゃダメだ。こっちだ皆さん。やっつけろ。ウィン長走れ。待て待て、チェンバー逃がさないぞ。しっかりしろ、ウィンチャオ。ここから脱出するぞ。絶対にだ。いいな。俺とお前でだ。俺は。ウィンチャオ、ミリュウ、アンジー、すまん。俺のせいで、みんなをこんな危険な目に遭わせてしまった。このチェンを兄貴としてのけじめをつけさせてもらう。少しでいい。ドアを開けてくれ。俺が外に出る。なんだって、気は確かか。今集中してるんだ、邪魔をするな。おい小僧、何をする気だ。ダメだダメだ、危険すぎる。こいつおかしいぞ。捕まえ。このままだと、いずれ奴らがなだれ込んでくる。何を言ってるんだガキ。ドアを開けたら終わりだろ。落ち着けな、落ち着け小僧。俺の話を聞いてくれ。こいつを使って俺が外のドアを吹き飛ばす。チェンフォン、お前、この小僧、俺の結論が無限だと思ってやがるのか。銃撃の跡がある。ここも危険そうね。ミリュ、さっきの力でここから飛び降りられないの？それはできない。だってさっきは。俺の結論は、あるポイントに引力を発生させ、そこに落下していく。引力に引き寄せられ、どこにでも移動ができる。視点の焦点で引力を発生させ、俺を自由落下の速度でその焦点へ引き寄せる。しかし距離、重量に制限がないわけじゃない。距離が長い、重量がオーバーすると、結果は無残にもビルから落下した時同様、バラバラになってしまうのさ。10メートル以内なら俺の力を使える。だから二人は俺から10メートル以上離れてはダメだよ。こっちに。こいつ一体どこから。気配がなかった。来る、早く逃げろ。こっち。リシのように頭部への攻撃が有効と見た。これでどうだ。
勝負なの。カフェを利用して怪物を閉じ込めようとしている。壁を。こいついい加減に。アンジェ、別れろ、無茶しやがって。アンジェ、傷が深い、早く治療しないと。何？しないと。大丈夫か？